単独行動を始めてから数分、見つけたぞ、チサキ。エビちゃん、助けに来たよ。始めよう。あの日、俺はエリちゃんの手を取ってあげられなかった。より確実にチサキを捕らえることを優先してしまった。あの子がずっと痛くて苦しい思いをしていることを知らずに。俺の個性、泥酔で足もおぼつかねえ。根元に本心を語らされ絶望。てめえの非力さに意気消沈ってか。根元の個性は強制的に本心を語らせる誠つき、本人すら気づいていない本音を引きずり出す。心を揺らされてあいつはもう動けない。あの時俺は見過ごそうとした。それでもあの子は俺たちが傷つくことより地獄へ戻ることを選んだんだ。あんなにも優しい子が、あの子が笑えないままなんて、そんなの絶対許せない。弱さを受け入れてきたからこそ励むことができた。今さら心を揺さぶられ折れる人生だったか。違う、弱さは前提。東方ミリオはもう揺れない。絶対に倒す。チサキファイナルラウンド、レディークラッシュ。もう決して君を悲しませない。俺が君のヒーローになる。戻ってこい。殺されちゃう。何度言ったら分かるんだ。お前は人を壊す、そう生まれついた。お前の行動一つ一つが人を殺す、呪われた存在だ。自分の子になんでそんなこと言えるんだ。ああ、そうだ、こういう話だったな。俺に子などいない。当然壊れても支障はない。すぐに修復すれば蘇生できる。原型をとどめていなくとも元通りに戻す。その子は身をもって知っているはず。触るぞ。諦めるんだ、学生さんは。防御に行くよ。計画か。ウィン。なぜ強いかって、やっぱり予測ですよね。アメイジング。逃げ道は封じられ、こいつを打ち込まれりゃ個性も消えちまいやす。ちょっとごめんね。体を隠して狙いをずらした。ヒーローのマントってカッコつけだと思ってやした。こいつ強い。だがエリを置いた。あれを壊してしまえば抵抗できない。そういうやつだよな、お前は。ヒーローがマントを羽織るのは、痛くて辛くて苦しんでる女の子を包んであげるためだ。相手をよく見て次の行動を予測する。もう指一本触れさせない。二人まとめて倒してやる。お前の負けだ、チサキ。